一回閉めるんで、あの入ってくるの何も知らないかった感じで。いや、何回言うんですか。知らねえし。お疲れ様です。え、何？いや、お疲れ様じゃない？え、何？ちょっと。いやいや、カメラもあるし。あ、カメラあったの？いや、これなんか、面白いかと思ったわ。カメラ、控室の中にカメラあるじゃないですか、だって。何何何ひどい、本当に何何本当にひどい何何言ってたの。何何、いや、びっくりしたから、本当に。いや、だって、いや、あっち側でもう一つの部屋で収録だと思ってたから。じゃあ、なんでここにあるんですか、俺が。いや、これ何ですか、はい、ちょっとお座りください、ちょっと。ご報告と言いますか、ご相談と言いますか。報告、はい。前に、アバターやったじゃないですか。あ、やりました、やりました。10、9、8、7、え、もっとすごくないこれ。あの時間で。いや、待って待って、なんかちょっと。やっぱりあれで、しっかりアバターで稼ぎに行くっていうのをやった方が、はい、実物のクロちゃんよりも稼いでくれるんじゃないかなっていう。僕より？はい。あの、生身のクロちゃんは稼げないからみたいな感じがちょっと僕引っかかるんですけど。こういう、今サイトを作ったの。はい。アバター。はい。で、この、まあ、この前に見ていただいたかもしれないですけど、あ、はい、きっちりこう、かっこいいクロちゃんのアバターが作られてるような動画を作りまして、でこう TikTok とかで最近広告いっぱい流れてくるじゃないですか。はいはい。ああいうのをクロちゃんのアバターでやっちゃおうっていう。ああ、でこういろんなポーズはいろんなことができますし、やっぱりこう何ていうんですか、ちゃんと言うこと聞いてくれるんですよね。ちゃんとそんな余計なことしないから、もうこちらの思い通りにやってくれる。まあまあ、いや、え、サービス精神が良くないってことですか。アバターちょっとまだ顔が無表情なんですけど、はい、これがいいのかもしれないですね。いや、表情普通豊かな方が褒められません？笑ったりするじゃないですか。いや、するよ。当たり前だろ。また怒っとかないといけないの。笑顔になったりするじゃないですか。いや、笑顔、いや、笑顔、笑顔マイナスプロモーション。で、このアバターの広告は、はい、事務所さんももう OK いただきまして。いや、なんなん本当に。事務報告多くない？ぜひ売ってほしいという話だったんで、もう徹底的に売らせていただきたいなと思いまして、金額も事務所さんと決めさせていただいたので。待ってくれ、これでも稼働は黒じゃないんで。いや、ないかもしれないけど、マルシーでしょ、だって僕、まあ、それちょっともう事務所さん今日ちょうどあれですもんね、いらっしゃって。いや、おかしいじゃん。いや、絶対今日はいるじゃん。え、前の時はいたよ、うちのマネージャー。確か今日もう正式に始まるんで、本当に。いや、正式に始まる時は絶対いるじゃん。今日いらっしゃらない。あの、いつもに人が少ないから、後でちょっと母音だけ押してもらうんで。いや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 。嘘でしょ。血のやつ。でもう一個。いや、痛いわ。もう一個広告じゃなく、はい、やっぱ課金でアバター使って収益上げたいなと思いまして。はいはい。で、一回のオープンシーで。いや、売りましたよ。売りました。で、10万ぐらい稼げた。そうっすよ。10万だったんですよ。そうね。今でも結構トップクラスだと思うんですよね、実は。ただ、一切転売されてないっていう今状態に陥ってますけど。あ、だからもう、好きな人が、だから。それでガッシリ持っちゃってるんで。いや、そうでしょ、だから。でも転売されていくと、チャリンチャリン本当は入ってくるんですよ。そうですよね。転売されるたびに入るのは NFT の。なので、もう一回あれリベンジしたいなと思うんですね。リベンジって何なんですか？ダメだったみたいになってるじゃないですか。はい、転売されたいなと思いました。転売されていく方がいいらしいですよ。なんかその質問おかしい。うん、あれはまあ結構通貨で、仮想通貨で買わなきゃいけなかったんで、はい、難しかったんですよ。あ、多分あれはうちのフォロワーの人たちも、どう買ったらいいか分からなかったって人多かったですね。なので今回 LINE NFT さんと組みます。ほう。 LINE NFT と LINE NFC NFT、はい、今ずっと NFT の話してたんですけど、はい、でその前は一回 NFT って言ってましたよ。本当ですか。わざと。いや、知らないから分かんないから。そうですね、アバターはそういうことはないんで。いや、違うアバターはそんなことないでって言い方おかしくないですか。なんか笑い取ろうとしますもんね。いやいや、取ろうとしますよ。お笑い芸人ですから。NFC って言ったら受けるみたいに思ったんですよね、多分。いやいやいや、吉本かなみたいな感じになるね。で、LINE NFT は円で買えるんですよ。クレカで。普通に？はい。なので、まあもう、日本の人、特に日本の人が、多くの人たちがもうすでに買える状態なので、絶対売れるんじゃないかなって踏んでまして。で、数としてはですね、前に1個しか売らなかったので、はい、やっぱ多くの人にこう売って、その人たちがどんどんこう渡していくみたいなことができたらいいなと思いまして、はい、960個かなと思ってまして、一気に多くなりましたね。96
36個かと思ったら960個、はい、で値段も960円で用意してるので全部売れたら92万1600円です。なんで96か分かります？でもだいぶひねったんだね僕ら。いろいろ考えて2時間ぐらい会議して、いや2時間ぐらい会議して何個と値段をめちゃくちゃ考えた。いやいや、そこはだってもう当たり前すぎるでしょ。これさすがにわざと俺間違ってたらもうやべえやつでしょ。俺がいつも困った時言ってるだけなんだから。いやいや、クロちゃんだから96でしょ。よくお気づきで。いやいやいや、俺発信だから絶対それって。中身的にはこういう、はい、まあ、カードなんですけど動画はできるんで、こういうクロちゃんのアバターを背景と T シャツ変えて、これを今、はい、T シャツの色と背景が変わったやつを、はい、人数が変わったやつで960通り作ってるんですよ。もうなんだこれ。あの普通に面白いけど、ただ右から左を向くっていう。いやいやいや、大人数で。ちょっと真新しすぎません？これでさらにキラみたいなのを何パターンか作ろうかなと思ってるんですけど。あ、キラキラですね。で石作るから。でもこれはもはやクロちゃんじゃない。いや違うよこれ。怖。怖くて怖いですか。怖。いやガンツ出てきそうなやつよこれ。こういうのが960パターン作るから。あで今回買っていただくと、はい、960の中からガチャみたいに1個がその買った方に届くっていうシステムになってて、はい、あ、何が出てくるか分かんない。そうです。でそれは1個1人1種類しか出てくるので、あ、なんそれ初めガチャ引いて、うん、この土のお化けみたいに出てきたら当たり、あ、そしたら当たりって言いながらの、いや待って待って、普通のクロちゃんが欲しいんだけどっていうのはもう買い直しができない。そうそう、はい、でそれはかそれがと変えた人に交渉して売ってもらったり、はい、なるほど、また普通のクロちゃん出ちゃったよっていうあのシステムですよね。ガチャのあのいらねえんだけどっていう。これはいろんなのがあるんでぜひお楽しみにするっていう企画になって、まあ、前回もだってね、言ってもね10万で売れてますからね。10万ってすごいですよ。いやすごいですよね。なのになんかあの時ね、誰だったっけ、田村健二さん、はいはい、田村健二さんのなんかねチャーかなんかがね、結構もうちょっと高い値段で売れたから全然ですねみたいなこと言われたりとか、うん、ミキティが安かったんですよ確か。ミキティの5000円ぐらいだった気がするんですけど、ね、そこら辺の言うよねめっちゃ。いやミキティは仕方ないでしょ、そんな人気ないですもん。いや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 、怖。そこだけ使うからダメダメダメ。ミキティと前一緒に仕事した時にやっぱ強くて怖かったもん。そうですね。なのでもうちょっとこれとさっきの広告ですね、はい、アバターで、はい、これでどんどんこうビジネスをして、はい、YouTube チャンネルをに予算をどんどん投下していきたいなと思ってるんで、アバターが稼いだものを実物のクロちゃんが使っていくっていう。いや、なんで俺のマイナス、企業のマイナスもクリエイトのところになってるんですか。マイナス、寄生虫が。で、最後の1個はあるんですけど、はい、この LINE NFT 買っていただいた方に限定動画を送れるんですよ。おー、はいはい、でおそらく定期的に送れるんですよ、ファンクラブに。はいはい、持ってる人が。なんで逆にそれが送ってくるのうざい人は多分カードも売っちゃうと思う。なるほど。なんですけど、まあ、とにかく最初買っていただいた方に1本動画を、その買った方々だけに届く動画を、はい、作りたいなというふうに思ってまして。それはあれですか、全員その960体の人に1つの同じ、全く同じ動画でいいってことですね。あ、そうです。あ、分かりました。まあ要はファンクラブとか、はいはいはい、売れなかったらどうしますかね。いやいや、ちょっと待って待って、なんかやっぱかかっちゃってるんですよ、原価は。いや、売れなかったら、いや売れないことはないでしょ、さすがに。ないですかね。まあ、ガチャ一回引きますわ、自分の金で。そうですね。もうそれでとりあえず収めてもらっていいですか。もしかしたら著名人のね、言ったらグラビアアイドルとか買うかもしれないから。可能性ある。おかずに確かに。おかずとしておかず動画送ります。いや、万人受けがないからな、そこは。そうですね、確かに。まあ、やってみないと分かんないんですけど、なんか新しいことやってみきましょうよ。いや、本当に尖ってることやりすぎなのよ、本当に。どんどんやってみましょう。やっていきましょう。ありました。世界、これ多分今の日本の芸能界でやってる人いないと思うので、クロちゃんが第一号なので、皆さん乗り遅れないようにお願いします。目の奥がハート。ちょっと待って、シミのところを取らないで。